バナ。バナナの木でいっぱいの島、バナアネモンキーのパラダイス。バナナ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 。両乱忍法、正確最爆弾。さっきまで聞こえていたバナ語が止んだ。妊婦で邪水の幻術を破ったのだ。目は覚めたか。ミスターレックは俺たちを騙していなかったようだ。お前の記憶は確かにバナーネモンキーの影響を取り除くことができる。その証拠に口から出る言葉も元に戻った。ここがバナーネの時か。至る所にバナーネモンキーの痕跡がある。ここにいるバナーネモンキーはおそらく折り紙大学とドリームリーフのバナファンが変化したものだろう。ああ、ここは間違いなく拙者とバット忍者さんが訪れた元凶。その時はまだこれほどの邪水はいなかったはずだが、邪術の影響を受けた人がどんどん増えたのだろう。これは全てお主の仕業だな、邪水総長さん。バナバナ、残念だ。君たちの邪魔がなければここはもっと賑やかになっていただろうに。これからさらに残念なことが起きるぞ。お前の実験の失敗だ。思うに彼女の脳内にあるウイルスを使いここを破壊するというのが君たちの計画だろう。しかしここにいる猿たちを見たまえ。時代遅れの漫画が本当に無教の一番の流行を上書きできると思っているのか。それは無理だな。拙者も忍徒たちに両乱忍道を歩むことを強要するつもりはない。我らがすべきなのは失意の人々を目覚めさせ、荒れ狂う邪悪な波を沈めることだ。ああ、バナーネモンキーを忍者の物語に置き換える必要はない。自分を見失った人たちを目覚めさせるだけで、ミームウイルスの力は大きく削られる。そして人々が盲目的にバナーネモンキーを追いかけなくなる。この無境を簡単に破壊することができるぞ。なるほど、あのメモキーパーは君たちに余計な知識を教えたようだ。それなら期末試験を行うしかないな。来るがいい。いつでもお主の挑戦を受け入れよう。宣戦布告した後に遁走するとは卑怯者め。奴が何をしようとしているのかはわからないが、とにかく周りのバナーネモンキーを片付けよう。俺たちにとって最大の脅威はミームウイルスだからな。飛竜忍者さんの言う通りだ。先ほど渡したスーパー忍び巻物は持っているな。邪水の道に足を踏み入れてしまった忍徒たちを空手で目覚めさせるのだ。猿の数が多すぎる。早く片付けた方が良さそうだ。拙者の忍法は邪水を外に送るだけなの。あの人は忍びからと使うという。人々の欲望が向かう先、調和の美しい夢の中で、それは力に等しい。邪水総長さんはこの忍びサイエンスボールに乗ってここを離れた。我らも早く追いかけよう。
いつまで逃げる気だ。我らに勝てる自信があるのなら、なぜ勝負しようとしない。バナナナ、まだ講義が始まる時間ではない。焦る必要はないぞ。浮いている密女、忍者たちの侵入か。彼らが忍者を守るのは、邪水総長さんに惑わされたことだけが理由ではない。ああ、キノコの生活は見かけほど理想的なものではない。それは崖の縁にあり、軽く風が吹いただけだ。今のコアにはどれだけの実験体の願いが込められているのかな。1000か、それとも1万か。人も物もそれぞれの役割を果たさなければならない。この成果を使い、今後の実験の妨げになるものを排除しよう。追ってくるがいい。マナーレモンキーの数どんどん減っている。ウイルスが少しずつ弱まっているのだろう。忍びラッシュ。無意味な問題で時間を浪費するのは終わりにしよう。そろそろ答案用紙を提出する時間だ。待て、奴は俺たちを誘導しているようだ。飛竜忍者さん、ためらう必要はない。相手が何か企んでいるのだとしても、それを破ればいいだけの話だ。実験の成果がかなり減ってしまった。この劣等生どもめ。邪水総長さん、もう逃げ場はないぞ。おとなしく両乱忍法の制裁を受けるがいい。ふん。 AKA3、 人類耐火実験によって選出された32の文明の良質な霊長類遺伝子を有しているが、とある見習い研究モンキーの誤った育成により道を踏み外してしまった。しかしその見習い研究モンキーは悔い改めることを知らず、巡回レンジャーと秘密裏に通じ研究室に多大な損失をもたらした。そして最終的に最低最悪の失敗作だけを残したのだ。忍者の命令に従い周囲を害することしか知らない邪水が、何の資格があって拙者を批評する。それはもちろん私には夢があるからだ。この前の課題の続きといこう。
バナナは栄養生殖する植物であり、一本の茎から無数のバナナの木が生まれ、広い林にまで成長する。これで一つの生計、さらには宇宙の飢餓問題を解決できるのだ。一方、利己的な植物は個性や自我を強調しながら勝手に種をまき野蛮に成長する。己の遺伝子を後世に受け継がせることは知っていても、同類への貢献は知らない。さあ答えたまえ。宇宙の尺度から見て淘汰されるべきは誰で、生き残るべきは誰なのか。黙れ。学校が始まった時は自由を追い求めろと言っていたくせに、今ではその意義を嘲笑い、バナナは失敗作だと言っていたくせに、今ではそれを褒めたたいている。それはバナナと言っても比喩だろ。それとこれとは話が違う。悪人は悪事を働くための言い訳を常に用意して自分を正義の立場に置こうとする。己の欲望のために自己矛盾を抱え、屁理屈をこねるのだ。そんな者の抗議に耳を傾ける必要などない。邪水総長さん、デタラメを言うより自制の句を考えた方がいいぞ。失敗作、君たちは全員バナナ科の失敗作だ。失敗作にとって天才の知恵は手の届かないよ。だが私ならもっと原始的な方法で君たちに理屈を教えることができる。この美しい夢の泡が見えるか。ファミリーは数えきれないほどの調和の願いと性格の力を使ってピノコニーを築いた。そして私は猿たちの諦めを集め、この夢の泡、つまりバナーネの時を作り上げたのだ。今バナシとバナシスタントにその全ての力を委ねよう。はい、バナナナナ召喚、最後のバナイクの時間だ。この講義の名はウソ。ウルトラ性格最爆弾。まずい、バナーネの木の力が消えた。劣等生ショック、君たちはバナイクの規則に著しく違反しています。バナナナ、処罰を受ける準備をしなさい。治療の場となる溶乱忍法戦災。戦闘準備完了。準備完了。起爆。スキアリ。アドリブで。近隣連鎖。この世のすべて。過ぎゆく運営にすぎます。銀河忍法千変万化、行くぞ。奥義、
忍法両乱滅殺陣。フライフォーインポジション。悪臭のもとを立たなければ。はっ。安井ども、退くがいい。ジャン、ジャン。はっ。戦うための息。生きるために戦う。テンポが乱れた。アドリブで。私が手を汚れを払いましょう。It's Showtime！ コラボスタート。バナバナ、このバナイクは失敗か。実現できない夢は木になっているバナナだ。バナナ。木まで抗議を受けてたのに。バナナは？ジャングルは？どこ？あんた、タンコ。それに、ランハ？おお、瑠璃忍者さん、それにシルバーガイシュラさんも。ホーリーベイビー！俺よりド派手にやりやがって。まさか、これほど偉大なビジョンが落ちこぼれの薪に奪われてしまうとは。邪水総長さん、これ以上人々を貶めるのはよせ。忍道には上も下もない。忍道を求める者は忍徒となり、忍道を掌握する者は忍者となる。そして忍道を貫く者は忍教となるのだ。意味がわからないバナナ。それは同感だ。もうこいつと喋んのはやめようぜ。原始博士が育てた猿にはどうせ何を言っても無駄だ。こいつをどうするつもりだ。ああ、とりあえずたっぷりお仕置きしてから考える。塩水に浸したベルトで打ちまくってカンパニーが俺にした最低最悪の仕打ちを受けさせてやるのもいいかもね。邪水総長さんの罪は重く厳しい罰が必要だが、それは懺悔させるためではない。お猿忍者さんの居場所を教えてもらうためだ。
お死んだふりか。あんたのために用意した釘バナナを見てもそのおふざけが続けられるか見ものだな。もういいカウボーイ、おもちゃ相手に芝居をする必要はない。おもちゃ？ハニー、あんたのそのカエルの方がよっぽどおもちゃっぽいじゃねえか。はあ、君は助監督を傷つけた。その下品なセリフ回しは本当に直した方がいいぞ。ただの小道具を拷問したいというのならそれはそれで構わない。だがアスデナの辺境で目を覚ましたチンパンジーは今頃出航の準備をしていることだろう。シルバーガンシュラさん、拙者のスーパーリッスンパワーでも邪水の音は聞こえない。ガマ忍者さんの言っていることは本当のようだ。ベイビーが、こんだけ苦労したのに結局無駄骨だったってことか。仕方ない。おい、なんでそんな落ち着いてられんだ。あんた毎日あのクズどものことを口にしてたじゃねえか。死ぬほど憎んでたんだろ。もうどうでもよくなっちまったのか。夜は長い。任侠の憎しみは任侠によって封じられるべきだ。ピノコニーは平和な時代を迎えることができた。今はこの夢の地の人々に太陽の光を抱かせてあげよう。憎しみはいつか消える。だが人々の心の中にある人道は決して消えないのだ。ランハ、お主は己の人道を理解しておるか。もちろん。拙者の人道は両蘭人侠になることだ。人道とは忍者が一生をかけて貫くもの。それだけでは忍道とは言えんの。では忍者を倒すことだろうか。いつかお猿忍者さんを倒したとして、その後は両蘭忍侠になりたいのはただ憎い仇を打ちたいからか。この世にいる忍者は彼らだけではない、そういうことか。さよう。銀河忍界には星の数ほどの悪党がのさばっておる。しかし神は今を生きる者を気にかけたりはしない。そして優れた忍びパワーを持つ忍者マスターたちも互いに争っておる。これこそが末法の世じゃ。ならば拙者の忍道は止まることなく全ての悪を払うことだ。たとえ矢が鶴にかかり永遠に戻らないとしても、一心不乱に邪道を破り正道を示す。末法の世が終わるまで。To trace the primal light.